はい、はい、行君、お疲れ様です。ありがとうございます。優勝、S 級の優勝というのはもう何回も乗ってくる？いや、決勝戦初めて乗りました。それで、今日の先輩が後ろに乗ったけど、そうですね、ちょっと後手踏んじゃって、うん、ちょっと山田さんに迷惑かけちゃったんで申し訳なかったですね。まあそれはね、そういう時もあるわね、行こうと思っちゃったけどね。けど明日よね、愛嬌君がどういうような戦法でいきます？まあ、4社と2社と2社ですよね。なんでまあ僕は短期なんで、まあ、どこか一回仕掛けて優勝だけを狙っていきたいですね。もったいない短期やね。まあ何でもして、うん、とにかく勝つレースをしたいなと思いますね。うん、500の番組というものはどうですか？そうですね、チャレンジの時にこの高知バンクで優勝したこともあるんで、うん、まあ、苦手ということはないですね。その時も先行で、その時はあの藤田君が先行したのをまくって優勝したのを覚えています。ああ、そうか、はい、明日もね、またその時のようにいい成績を取れるように。そうですね、はい、頑張って、はい、ね、はい、どうもありがとう。はい、ありがとうございます。